久保さん、いい名言見つけました、はい、人間より人間よりは金の方がはるかに頼りになります頼りにならんのは人の心です尾崎紅葉さんの言葉らしいですけど小説家ですね人はお金に目がくらみどんなに信用できると思っている相手でも突,突然変異することがありますですがお金は人を裏切りませんそう まとえてるなと思いますね。お金は人を裏切らないっていうね、うん。確かに裏切らないですよね。買い物できますからね。お金あったら。うん、でも人は変わりますからね。気持ちっていうのは。うん、そう。まあ僕もお金貸しましたけど帰ってこなかったですけど。うん、まあ信用してたけど。 信用は信用できないですね <laughs>。信用は信用できないっていうね。うん、自分がやるぞって言ったよね。ま,ま,まあ僕はやるやる詐欺にも相当あってきましたけど、頑張りますやりますっていう自分を信じてんのかな。でも、 やらなくなくるっていうね <laughs> 自分の信用ですら信用できないっていうね <laughs> うん。まあ、要はお、お金って、まあ、何も変わんないですよね。人間は変わるけど。うん、そう。お金は嘘をつかないっていうね。人間は嘘をつけど、お金は嘘をつかないっていう。それ嘘つきようがないですよね。お金に感情がないんだから。 お金に対してどうのこうのを思っているのは人間の感情であって、お金自体は別にただの紙切れなんで、何も感情がないんですよね。そう。無機質な紙なんですよ。うん。だけどそこにどう思うのか、どう感じるのかは人間のあれであって。うん。これはなんか、まとえてるなっていう言葉ですね。人間より金の方がはるかに多様になると。 ためにならののは人の心です,、うんそうですね、やっぱねあのお金は稼いだ方がいいと思いますよ。まあこのお金が流通している世界で僕たちは生きてますし、まあ、本当に何度もいつも言うんですけどなですかねあの無人島であの自給自足して電気もガスも何もない世界 スマホも何もない世界で生きるんだったらそれはまた別の思想考え方で生きれると思うんですけど少なくともこのね水道代を水道をひねったら水道代がかかる電気をつければ電気代がかかるっていうこの生活をするんであるならばまあそのそれそのお金は必要ですからうんご飯ね食うにも金払ってね米作ってないし 米作ってない人が米食うには金必要ですから <laughs>。うん。そうも。もちろんなんか物々交換みたいなね、話もあるんだけども、まあ一番手っ取り早いのはお金ですよね。スーパーに行って米買った方が、まあ、早いですよね。まあ今度ね、僕誕生日なんですけど、お米をね、送っていただけるっていうね、あのもう、確約ができてるんですけど <laughs>。まあお金払わなくてもお米も送ってもらうと。でもそれは何か提供、今までその提供してきた、 っていうベースがあるので、その、それの、なんか、まあ、提供と、まあ、その提供がお金、あの、米として書いてきてる、書いてくるとかね。そういうのはあるんだけども、うーん、お金払っちゃえばスーパーで買えますから、お米は。うん。シンプルにね、あの、お金っていうのは、あの、なんかみんなお金に対して、ああだこうだ、こう、いろんな感情があるんだけども、うん、 お風呂沸かすにも金かかりますからね。お風呂か。そう。なんかこの前僕はあのその廃墟に行ってきたんですよ。280億、うん、バブル時代にその280億の、えー、で作った施設みたいなのが廃墟になっていて、すごいんですよ。これ石川県にあるんですけど、まあ動画撮ってきたんですけどね。すごいんですよ、とにかく。うん。 だから、な,なんですかねあ、あれはすごかったですね。そううん、だけど、はその昔バブルでこんな作ったのにね、あの今はこんな滑れちゃって、うん、なんか何かを感じましたね。<laughs> うん、その人間のお金の、そのお金に対しての感情というか。うんうん やっぱね、売り上げが上がんなくなると、やっぱり、いろいろと、変わりますよ。変わる。うん。多分、まあくぼ、まあ、久保、まあ、これはもう僕は現場に入ってないで分かんないですけど、久保さんがその麻雀店で赤字をこう垂れ流して、本当にやばいってなってた、一番最初のね、よし、頑張るぞってなった時と、売り上げが全然上がらなくて、ずっと耐えてる時の、 まあ感情に変化は間違いなくあったと思うし感情に変化がなければ新しいことやらない方っただろうし、うん、だからまあその,その感情をね多分おそらくその感情をか,かき消したいっていう思いでキャバクラ残味してたかもしれないですしそれはマクボさんしかわかんないですよねうんまあどっかそのなんだお金がないからでもその感情の行き場がないっていうね だからどっかで消したいっつってまたお金散在するみたいな。だお金に苦しめられない方法はお金を稼ぐってことしかないと思いますけどね。本当に。稼いでみないとやっぱわかんないんですよ、うん。やっぱ僕もその貧乏だった時と今はまあある程度ね、まあ、うん、他の人よりかはまあ自由で、まあ収入もまあまああって、 うんね、手取り14万の生活の人とは、まあちょっと違う生活をしてますんで。まあ、手取り14万は安い方かもしれないですけど、一般的には手取り20万、30万ぐらいが一般的な相場だと思うんですよ。まあ、それとは全然やっぱ違う生活してるので、まあ、そういう生活を自分で実際体験してみて思うことが、やっぱ稼いでみないとわかんないってことですね。うん。だから、堀江さんが昔稼ぐが勝ちみたいな本出しましたけど、 稼いでみたら分かんないですよ、うん。稼いだ後、まあどうするのかはそれを考えればいいんだけども、稼げるようになると、やっぱね、やっぱ物の見方が変わってきますよね。ゆとりも出てくるし。うん。そう。だからまあイメージとしては何ですかね、まあ僕は車移動がすごく好きなんですけど、例えばその会議室にね、あの、今日会社で会議でね、じゃあ、あの、 予定時間まで、やばい寝坊しちゃった、みたいなね。で、会議が、今日重要な会議があると。で、車で通勤してて。で、まあもう、あと5分で着かないともう間に合わない、みたいなね、状況ですよ。そういう感情の状況ですよね。で、その感情の状況だと、赤信号っていう、その信号は変わらないんですよ。要は、そこに置いてあって、赤とか青とか黄色で。で、その、そういう状況だと、赤信号だと、なんで今日は着いてないんだ、とかね。 もっと早く進めとかね。なんだよみたいな。ってなるんですよ。でも信号は変わらないですよね。何が変わってるかっていうと自分の気持ちが変わってるだけだって。でもそれが、あの、時間にゆとりがあって、銃だと別に赤信号でも時間ゆ、ゆとりがあるから、全然そんなに感情を抱かないですよ。うん。赤信号、そ赤信号、赤信号、止まるだけなんですよね。でもそういうゆとりがないと、 ふざけんななみたいな、ね、もう早く進めんみたいなね。うん。面白いですよね。信号自体の、そいつも通りなので変わんないんだけど、自分の感情が変わると、そこの信号に対しての気持ちが変わると。お金もそうですよね。自分の気持ち次第で、そのお金に対しての、その気持ち、お金に対しての感情が変わってしまうと。 お金が稼げるようになるとお金にゆとりが出てくるとお金に対しての感情向き合い方も変わるしでもお金がないとそのお金に対するその感情が全然違うんですよだからまあ本当に稼いだ方がいいと思いますね、うんはい言ってらっしゃい